食いかけの梅の実。昔、山あいの村にひどい長雨が続いていた。ある日の夕方、堰が崩れたぞという声が響いた。異変を知らせるホラ貝がブオーブオーと鳴り響く。男たちは泥まみれになって堰に向かって必死で走った。女子供の泣き叫ぶ声が聞こえる。またか、また怒ったかと誰もが心の中で繰り返しながら崩れた堰を見守った。やがて水が引くと、村中がひどい匂いに包まれた。田畑は水をかぶり、作物はダメになった。飢えが襲い、病が流行り、人々はバタバタと倒れた。泥を片付け、堰も直さねばならんのに、村人たちは疲れ果てていた。毎年毎年これじゃかなわんなあ。積んじゃ崩れ、積んじゃ崩れ。これじゃ賽の河原で石を積むようなもんじゃ。堰の修理に集まった村人たちが桑を打ちながら力なく声に出す。なんでこの堰は崩れるんかのう。こういう時はよ、昔から言うよのう、ほれ人、しその先は言うでね。村人たちは顔色を変え黙りこくった。昔から土手がよく崩れる時や橋が流される時は人柱を立てるがよいと言われていた。少し前のことだ。この村で川に橋を架ける時に着物に横継ぎがあるものを人柱にするとよいと言い出した男がいた。調べてみると、言い出した本人の着物に横継ぎがあった。哀れ、男は人柱となった。男の娘は悲しんで、それ以来、口をきかなくなった。月日がたち、夫に口きかぬことを責められたその娘は、こんな歌を詠んだという。物言わめ、父は河原の人柱。生地も泣かずば打たれまい。村人たちは、かの娘の父を思い出し、言っちゃいけねえ。うっかり人柱などと口が裂けても言うでねえと黙りながらも、人柱を立てればこの苦しみから逃れられると、そんな思いに取りつかれた。では誰を。その時である。一人の男がかすれる声で言った。あそこに物乞いの女がいる。男の目を追うと、その先の堰の近くに、いつもこの辺りをさまよっている物乞いの女が座っていた。女は背中にまだ幼い子を背負っている。その子は青い梅の実をかじりながら、あーあーと声を上げていた。男たちは互いに目を合わせてうなずき合うと、黙って女の方へ近づいていった。ただならぬ気配に女がはっと顔を上げた時には、もう数人の男たちに取り囲まれていた。何をする、
物乞いの女は声を上げたが、口は塞がれ、手はねじ上げられていた。女は引きずられるように席まで連れてこられた。背中の子供は食いかけの梅の実を握りしめたまま泣き叫んでいたが、男たちは聞こえないふりをして席の下の泥の中へ二人を人柱として生きながら埋めた。それから席は崩れなくなった。村人たちはほっと胸をなで下ろした。しばらくたってあの二人を埋めたあたりから一本の梅の木が生えてきた。それはだんだん大きくなり、花が咲き、実を結んだ。ある時、村の男が何気なくその実を手に取ってみて青ざめた。それは食いかけのように半分肉がこそげ落ちていたのだ。あの背中におぶわれた子供が最後まで握りしめていた梅の実のように、どの実もどの実も果肉が半分こそげ落ちていたのだ。そしてその梅の木が枯れるまで毎年毎年その実は食いかけの姿であったという。